何近距離で、あ、クモいる、クモ。スパイダー。虫も虫。あの、奥にほら、ゾンビいるよ、ゾンビ。あ、いたいたいた。あうーって言うから。あの、奥にさ、キョンシーみたいに立ってるやついるんだ。あ、いるね。あれ、キョンシー。あれね、ゾンビ。ゾンビ。うん、あれ、あうあうって言って、あの、襲ってきて、我々にパンチしだすから。あ、ほら、クリーパー来た。クリーパーは基本こう。待って、ちょっとずつ、あ、逃げて！危ない、危ない、あと2個。あと2個しかない。あと2個しかない。まずいちゃん、食い物食わねえと。食い物食わねえと。食い物ねえぞ。あ、食い物ねえな。食い物ねえな。とりあえず死ぬか。まずいな、まずいな、これどうするんだ。これはね、おばさん逃げてくれ。はい、だい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 、うん、倒したぞ。あ、ほら、夜が明けてきた、夜が明けてきたよ。夜が明けてきた、まず夜が明けてきた、夜が明けてきた。おばさんのアイテム問題で、あのままじっとしてればよかったなできるでしょうとか言いながら、あのままじっとしてればよかったな。でもまあ匠いた。わあ、スケさんが来た。スケさんだ。矢が、矢をいられる。スケさんが来た。スケルトンのスケさんが来たから逃げて。彼はね、矢を撃ってきます。で、ほら、私の後頭部に刺さってるでしょ。いってちょいてよ。刺さってるでしょ。ああ、来たよ。来た。あ、すげえ。朝になると彼らね、燃えるの。やばい、狼だった。おいおい、狼に喧嘩売ったろ。やばい、ああ死んだんかい。死んだー。復活してるのかな。お家で待っててください。今戻ります。お家はベースキャンプの近くだったはずだから、ベースキャンプの近くっていうか、あれだ、生まれた地点のすぐ近くだったと思うけどな。おのさん、こっち、おのさん、こっち、こっち。おのさん、さっき自分が死んだとこ、わかる？わかる。あら。そこまで戻るとね、死んだアイテムある、多分。で、あの、木材が大変必要になってます、今。どこかな？木材を…キャー！え、なんで？おばさん、はい、仮の住まいになぜかスケさんがいたわ。なんで？スケさん入ってるよ、あん中。ほら、ありえねえよ、スケルトンがいるよ、こん中。そんなか暗いから生きてんの？暗いからさ、ほら。確かに。おかしいよ、これ。もう倒してやる。これ死んだとこわかんないな。なんだこれ、勝てえぞ、こいつ。こいつ、ものすごい強さを誇ってるな。こんな骸骨なのにどんだけ殴っても死なないぞ、あいつ。なんだあの生き物は。おかしいだろ、あいつ。火が、あー、くそ、あいつめ。あ、木があった。木で、俺で殴ってやる。え、木しかない。やった、倒した。もう
どこだこれ。あ、いや、いや。どうも。どうも。どうも。だいぶ装備が整ってるじゃないですか。いつの間にか拠点、あ、拠点がなんかすごい進化してる。道がいいでしょ、道が。ですかこれ、道がいいでしょ、道が素晴らしいですな。とりあえず寝ましょうか。ひとまず寝ましょう。よし、おやすみ。はい、おやすみなさい。Good morning。 Morning。 すごいな、なんか見違えるようじゃないか。ドアもできてる。ドアもできたし、ちょっとさ、僕としてはですね、うん、ちょっと石以外の、うん、あ、ちょっとこっち来て、こっち来て、ちょっとこっち来ていただいて、はい、あの、あそこに土の橋を作ったんです。どれ、あ、あ、ほんとだ、できてる。すごいじゃない、うん、何何、あ、柵ができてる。これもしかして、柵もできた。あー、ちゃんと開閉式のドアをつけて。偉いじゃないですか。何ですかこれ、素敵な、なんだか素敵になってるじゃない。どん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 とさ、拠点周りがとんと綺麗になってる、ここも。何ですか、道が上にじゃありませんか。上に松明、うん、上に松明を当てることでちょっと帰り道びっくりして今吹き出して鼻水出ちゃったよ。なんだい、どうしたの。昨日の今日ですよ。いつやったんですかこんなの。一昨日やりました。一昨日やったんですか。いつやる暇あったんですか。昨日はもう寝ちゃったんです。行っちゃったんですか。あー、すごいな。この道がちょっと好きなんですよ、うん、これちゃんと一言橋でさ、ちゃんと置いてちょっとデコレーションしてるあたり。かわいいじゃないの。ちょっとお城っぽくね。ねえ、いいね。ちょっとじゃあなんか作ろうね。作ろうというか、ね、なんか整えたかったりするものあります。これあの石以外のさ、なんかちょっと もっとこう激しい石みたいなのあるんですか。激しい石、なんだ激しい石、ちょっと強めの石。あ、ちょっと掘りたいね。なんか掘りたいんだけど。掘りたいか。あ、じゃあちょっと海。じゃあおやすみ。行くぞ、ドワーフ生活開始。ドワーフだな。はい、ドワーフ生活2日目。おはようございます。おはようって言ってもちょっと日の光が浴びてないから、ちょっと関係ないね。もう日の光は浴びれないと思え。ちょっと不安だな。よし、掘る。そうだ、掘ります。掘り進めるんだ。掘って掘って掘りまくれ。君は今日からドワーフだ。土を入れたいんだけど、ここに入れていいか。土ね、綺麗な穴にして、高さが4、うん、灰が4の、あ、で奥で入れる。うん、灰が4の穴をちょっとやっていくから。そうこんな感じ。ううね、で一定間隔に置いてしばらくしたらこう松明を置くっていう、床に置いておくっていう。なるほどね。もうドワーフだから。やめちゃった。目標はじゃあバケツが4つできるようにしよう。あと石炭の確保。了解。じゃあドワーフ生活開始。ドワーフ生活、ちょっと2日ぐらいドワーフ生活だな。最近どうよ。喋るな、手を動かせ。いや、最近どうよ。
手を浮かせて手を動かせ。 R2 押しっぱなんだからいいだろ。これ鉄のさ、うん、あのつるはしだともっと速いのかな。その通り。だがもったいない、そんなことはするな。永遠と石しか使うな。もっと他に使い道があるみたいな。